ああ、夢だったのか。一睡の夢に秘められた幸福へのヒント。地位も名誉も金もない、などと悲観するなかれ。本当にそれらすべてが手に入ったら、幸福になれるのでしょうか。中国の故事、一睡の夢が考えるヒントを与えてくれます。1200年前から伝わる物語とは、一人の老人が簡単へ向かって旅をしていました。街道沿いに茶店が見えてきたので、一休みすることにしました。すると、ロセイという名の若者が入ってきて、老人のそばに腰掛けました。粗末な身なりをしています。野良仕事へ行く途中らしいのです。初対面ではありましたが、互いに打ち解けるものを感じて、話が弾み始めました。そのうち、ロセイは、男として生まれながら、思うようにならず、情けないありさまです、と大きなため息をついてしまいました。どうしたんだね、お前さんの体はどこも悪いところもなさそうだし、今の今まで楽しそうに話していたじゃないか。何が楽しいものですか。毎日ただ生きているというだけです。では、どうなれば幸せなのかな。ロセイは語気を強めて言いました。男である限り、立身出世を果たし、名誉と地位を手に入れたいものです。豪華な家を建て、使い切れないほどのお金に恵まれ、好きなことができてこそ幸福と言えるのではないでしょうか。ところが、私はもう30になったのに、みすぼらしい服を着て、乱暴であくせく働いている。これが惨めでなくて何でしょうか。言い終わったかと思うと、何やら眠気がさしてきました。この時、茶店の主は吉備の飯を炊き始めたところでした。老人は袋の中から青磁の枕を取り出して、ロセイに言いました。「この枕で眠るがよい。お前さんの言う栄養栄華とやらの望みを叶えて進ぜよう。」ロセイは横になって枕に頭を乗せました。数ヶ月経ちました。ロセイは大富豪の家から嫁をもらうことになりました。絶世の美人です。それからというもの、服装も乗り物も日に日に派手になっていきました。夢にまで見た贅沢な生活に浸り、大喜びだったのです。
翌年、役人の採用試験に合格。順調に出世街道を歩み出しました。地方の知事や長官を歴任し、大きな業績を上げていきました。その頃、西方から異民族の襲撃があったのです。玄宗皇帝は、呂姓を見込んで、将軍に抜擢しました。今度は、軍隊の指揮官として、才能を発揮するチャンスに恵まれたのです。彼は、兵を率いて、外敵を撃破し、華々しく長安の都に凱旋しました。この大勝利によって、呂姓はまたもや昇進して、国家の重要なポストに就いたのです。いいことばかりは続かないもので、呂姓は清廉潔白でありましたが、あまりにも人望があったので、上官に妬まれる羽目になったのです。ありもしないことで非難中傷され、田舎の役人に左遷されてしまったのです。しかし、それも3年だけで再び中央に復帰できました。間もなく宰相という国政で最高の地位に就いたのでした。天下の政治を執り行うこと14年、皇帝を補佐して名宰相の誉れが高かったのです。ところが、呂姓の活躍を妬んだ同僚が、宰相は国境を守る将軍たちと結託して謀反を企てている。自分が皇帝になって国を取るつもりらしい。と、あたかも事実かのごとく言いふらしたのです。軍事クーデターの恐怖が皇帝の脳裏をよぎりました。役人が呂姓の屋敷へ急行しました。謀反の疑いによって汝を逮捕する。皇帝陛下の命であるぞ。がっくりと気を落とした呂姓は、妻に向かって言いました。私は若い時に田舎に住んでいたが、良い田んぼを持っていた。寒さや飢えをしのぐのに十分な生活であったのに、どうしてこんなに苦労してまで出世しようとしたのだろうか。今となっては粗末な服を着て簡単の道を歩いていた頃が懐かしい。刃物を引き寄せ自殺しようとしましたが、妻が懸命に止めたので果たせなかったのです。この事件では大勢の人が死刑になりました。しかし、呂姓だけは除名を嘆願する声が上がったため、流罪で済んだのでした。皇帝が呂姓の冤罪に気づいたのは数年の後でした。その間、じっと原稿を慎んでいた呂姓は、これまで以上に信任され、再び
宰相の座に返り咲くことができました。政界に重きをなすこと54年、まさに栄養栄華を極めたと言えます。80歳を超えた路政は肉体の衰えを感じていました。夜年並みには勝てません。何度も辞職願いを出しましたが、許されませんでした。病気になると、見舞い客が、引きも切らずやってきました。名医が来診し、高価な療薬が、惜しげもなく使われました。亡くなる前に、路政は皇帝へ書き物を送りました。内外に奔走しているうちに、瞬く間に月日が流れていきました。身に過ぎた位を賜った私は、かえって皇帝陛下にご迷惑をおかけするのではないかと、白氷を踏むような思いで、任務に全力を尽くしてまいりました。しかし、もはや病は重く、気力も衰え、死を待つばかりでございます。ご恩にお答えすることができず、誠に申し訳ございません。皇帝は励ましの言葉を添えて、見舞いの勅使を派遣したが、その日の夕方、路政は死んでしまいました。ああ、俺は死んだか。路政は、大きなあくびをして目を覚ましました。名家の娘と結婚するところから、国家の元老として勅使を迎えて死ぬまで、50年の間の夢を見ていたのでした。50年といえば、気の遠くなるような長い歳月のはずです。それなのに、どうでしょう。茶店の主が炊いていたきび飯は、まだできていなかったのです。路政はガバッと身を起こして、あ、夢だったのか、とつぶやきました。まるで自分に言い聞かせるように。老人は笑いながら言いました。人生の楽しみもこんなもんだよ。路政は名誉と恥辱、富と困窮、成功と失敗の道理がよくわかりました。と、深々とお辞儀をして、茶店を出て行きました。これは、唐の時代に書かれた、陳中記のあらましです。物語は、ここで終わっています。だから、こうすべき、と結論は示されていません。さて、あなたが路政ならば、このあと、
どんな人生を選ぶでしょうか。ああ、夢だったのか。